お疲れ様です、鈴木です。この番組はですね、宣伝プロデューサーの鈴木がね、アイデアとクリエイティブで平日昼間をね、まあなんとかどうやって上げてやりたいことをやっていこうかっていうのを一緒に考えていくコミュニティ番組でございます。最初にちょっと小ネタからまず話すと、まあ結局 YouTube でもブログでもみんなそうなんですけど、なんか知らんがなみたいな話と、誰やねんみたいな話あるじゃないですか。一体お前は誰なんだと、その喋ってる人で、それについてなんかいろいろやっぱ思うことあって、それを毎回説明する、これはこういう番組なんですよっていう説明するのも、なんか毎回見てる人にとってはまあなんか、まあそれはもう最初のね工場なんで、なんか言ったっていいと思うんですけど、なんか同じじゃないですか。なんかそれもなんかきっと微妙なんだろうなみたいなのと、なんかそのなんていうんですかね、そのなんか毎回説明するのもなみたいなのと、まあその説明をまあいろいろ調整したりしながらね、自分で確認するようにやってるんですけど、まあ、結局どこまで行っても、あ、いやいや、それでいろんな塩梅があるかなと思って、やっぱりなんかもうちょっとシンプルにパッとスライドで入れるとか、なんかいろいろやり方あるだろうなと思って、そんでなんかどこまで行っても結局誰やねんだなとも思うんですよ。その多少説明しても結局知らんがなっていうことになるじゃないですか。だからそこもどこまで一体それをケアして説明するべきなのかっていう、葛藤があるわけですよ。で、それで尺も取られるしね。で、いろいろ思ってたんですけど、一体何なんだろうって思った時に、まあ、あともう一つ、そうだ、もう一つ思ってたのが、知らんがなでもいいわけですよ。正直、私は全然誰だかわからない、かつ、大してそんなになんていうんですかね、いや、まあ、私のチャンネルよりは人気がありますけど、そんなに大して人気のないチャンネルっていうのでも、なんとなく毎日楽しみに見て応援してるチャンネルっていうのはいくつかあるわけですよ。その人のことは全く知らないし、その人が実際一体何の人なのかも、正直 YouTube を見ててもよくわからない。でもなんとなくその人の、Vlog とか説明とか、まあなんとなく好きで、まあ、見てるチャンネルっていうのはいくつかあるわけですよ。そうなった時に、もはやその人が誰やねんっていうのは気にならないっていうか、誰かっていうのは分かってるわけですよ。毎日見てますからね。毎日やってないけど何回も見てるから、正直同じ人の動画2本見たらもうよく分かんないけど分かってるわけですよ。その細かいバックグラウンドは分かんないし、後でシリーズを続けて見てるうちに、あ、そういう人だったんだみたいなことはもちろんあるんですけど、まあ、正直あんまりもはやもう関係ない領域っていうか、誰だか分かんないけど見てたけど面白いから見てるっていう状況になってるんで、もうそれでいいじゃないですかっていう、話で思うと、一体何なんだろうとはって思ってたんですよ。でもそれを尺をね、なるべく小さめにして入れる方法っていうのはちょっと考えてて、今日からそれで入れようと思ってるんですけど、でなんでそうなったのかっていうの、これやっと結論なんですけど、知らんがなとか誰やねんっていうのをほったらかしにされると、初見でやっぱ見に来た時になんか自分はやっぱりコミュニティの外だなっていう疎外感を感じるってことなんだという気づきがあったんですよ。多少なりとも初見の私をね、私が初めて見た時に、初見に多少なりともエクスキューズがあると、なんとなくコミュニティに入れてもらえた感じがするっていう、そのためにあったんだと思ってまあわかんない、ほとんどの人はそんなの当たり前だと思ってるかもしれないですけど、私はそれはよく分かってなくて、だから、あ、そうかそうかと思って、初めて来た人がなんか いきなり疎外感を感じないように、一応そのエクスキューズがあった方が自然と仲間になる。2本見たらもう正直2回目から常連ですよ。だからもうそういうもんかもなと思って、だから初めて来た時、新規で来たお客さんにだけエクスキューズしてるっていうぐらいの塩梅が必要なんだなと思って、それで今日からやってきます。はい。で、今日は何の話かっていうと、その話、もう半分ぐらいその話しちゃったんですけど、その話じゃなくて、どうやって、ベルボンの三脚をどうやって修理に出すかっていう話をしたいと思います。ちょっとお待ちください。お待たせしました。今日もですね、今こちらもベルボンの UT3AR っていう三脚で今日も撮ってます。これもめちゃくちゃ小さくなる三脚なんですけど、もともとはこちら、じゃじゃん、ベルボンのそれよりもう一回り大きい、これとも十分ちっちゃいんですけど、 UT432 っていうやつを使ってたんですよ。ところがこれがアマゾンで買ったんですが、私のヘビーユースに耐えられず、すぐ壊れちゃったんです。で、修理
買い替えるかどうするかいろいろ悩んだんですけど、まあ、とりあえずすぐ買ったんですよ、この小さいやつを UT3AR をね、ないと毎日困りますから。でその間にどうせ、使わないから壊れてるしね、修理出そうって言って修理に出したんですよ。で Amazon で買ったからどうやって修理出すのかなと思って、最初メーカー修理の窓口に問い合わせたんですよ。あ、そんでその修理の仕方について お伝えしたいと思います。こちらですね、これをどこが壊れたかっていうと、このこれってこうやってくるくるって回して、こうやってビューって伸ばす、こういうものなんですけど、これがあのここで止まるわけですよ、抜けないようにね。でこうなるわけですけど、これがスポッて抜けるようになっちゃったの、途中のロックが外れちゃって。だそれはもう自分では直せなくて、パーツもないし、だからメーカー修理だなと思って、でメーカーに問い合わせました。そしたら、多分なんか、その 型番とか、そういうのによる、法人か個人かによるんだと思うんですけど、まあ、個人で修理の問い合わせをしたんで、それでメーカーの修理は直送では受け付けられないっていう、あの話があって、でそれで、Amazon で買ったんですけどって言ったら、それを家電量販店に持ち込んで、そこから修理窓口に修理に出してくれって言われたんですよ。でうわーそれすげーめんどくせえなと思って、もう直送で送らせてよと思ったんだけど、多分それは無理なんですよね。だから初めからもしかしたら法人、うちは法人なんですって言ったら法人の窓口で直送で修理できたのかもしれない、ちょっと分かんないですけど、でもそういうことでそうかと思って、それで Amazon の、明細と、保証書を持って、お近くの家電量販店の修理窓口からお願いしますって言って、それで行ってきたんですよ、ビッグカメラ渋谷本店に。そんで、修理に、修理の受付をするんです。でその時に、Amazon で買ってこうでっていうので、そのもらったメールを持ってって、でやっぱり三脚って修理できるのかなってビッグカメラの人も言ってて、ちょっと分かんないですねみたいな話の中でしてて、いやそうそうと思って、だからなんか多分、修理できるやつとできないやつが多分あるんだと思って、安い、三脚とかは多分交換しかなくて、保証内だったらメーカー問い合わせできっと交換とかで、多分いろんな問いあれ方法があるんだと思うんですけど、そもそも自分ビッグカメラから本当にベルボンの、三脚が修理に出せるのかっていうのはビッグカメラの人もわからない。でも、ちょっと調べてみたら、あ、取引あるから修理出せるかもしれません、やってみましょうということで修理に出してもらったんですよ。でその場で書いてやるんですけど、でもやっぱり、ビッグカメラで買ってないからすごい申し訳ないわけですよ。そしていやアマゾンで買ったならアマゾンで修理に出せるべきだよなと思って、だからなんかビッグカメラに迷惑かけてね、なんか悪いなと思って、そんで、ビッグカメラでそれで修理に出して、で結局、保証の中か外かで、それで見積もりでみたいな、でもただ見積もりでキャンセルしたとしても、なんか送料の分で いくらはかかりますみたいな、いろんな説明を受けて、もちろん全部 OK なんで、ちょっとご迷惑をおかけしますけど修理出してくださいということで、修理に出したんですよ。で、およそ1ヶ月、まあ、1ヶ月かからなかったですね、3週間ぐらいで、修理されて無事、昨日帰ってきました。でそうだったんですけど、その時に、もしもビッグカメラで買ったものだったら、取りに来てもらうのは大変だから、あの修理の持ち込みは持ち込み修理なんであれなんですけど、そのビッグカメラ .com の、お届け先の住所だったら、メーカー修理だったら直送でお送りすることもできるんですよって言われて、ただその、ビッグカメラで買ってないものだと送料かかるんでどうしますかって言われて、いやいやその悪いから取りに行きますって言って取りに行ってきたんですけど、だからビッグカメラで買ったものだったら修理してそのまま自宅に送ってくれることもできるんですよ。そんで渋谷の、ビッグカメラに行って、で全然それで悪いからと思って、なんかちょっと自分の、ヒゲ剃りの、シェービングジェルとか買ってきたんですけど、その時に渋谷区に住んでる人ってハチペイっていう 8% 還元される、地域通貨のペイがあるんですよ。でビッグカメラで買い物すると普通に 10% ポイント還元の上、8ペイで払うと勝手に8ペイで 8% キャッシュバックなんですよ。だから、ちょっとちゃんと計算できないけど 18% 弱ってことですよ、還元がね。正確にそれでいいのか、全体の 10% まず、会計から返ってきて、でそれを支払った分の 8% 返ってくるから、両方何もそれが二重にかかったりして既存しないから、18% 還元ということですよ。でそれはめちゃくちゃいいわと思って、それで最近
いろんなことがあって、なんかちょっとアマゾン結局めちゃくちゃ利用してるんですけど、なんかアマゾンばっかりっていうのもなと思って、なんかもう、家電はもうなんか家電量販店で買おうかなみたいなんで、最近ヨドバシドットコムとかビッグカメラドットコムで買うことも増えてるんですよ。で今回そこに輪をかけて修理についてそういう出来事があったんで、いやーなんか申し訳なかったなと思って、なんかそのビッグカメラに迷惑かけたなと思って、それで急になんとなく批判的な、某通販 EC サイトに対して批判的な、ちょっと思いがちょっと湧いてきて、でなんかもういかんなそういうことじゃと思って、やっぱり修理窓口なんかその長くねサステナブルにこの買ったものをねちゃんと使っていくって考えると、なんかそういうことのフローも出てちゃんと組むっていうことは大事なんだなと思って、なんか物を大事にするってそういうことだよなみたいな、よくわかんないけどっていうことを思った。まあもちろんね、あれの家電量販店の近くに住んでるからそれがめんどくさくないだけで、遠いところに住んでたらもうそんなことできないわけですけど、いやそしたらますます修理だってどうするんだって話になっちゃうんで、いやなかなかそのいろんな地域にねちゃんと実店舗をね持つっていうのはすげえコストもかかると思うんだけど、すごい大変なことだろうなと思って、そんなことを思ったんです。まあ、つまりそういう形でベルボンの、三脚を修理することはできますっていうことです、はい、皆さんも壊れた三脚 ありましたらビッグカメラに持ち込んでね修理してもらえればと思います。別にこの番組はビッグカメラから何の、アフィリエイトも商品提供を受けていませんけども、私がただ単にビッグカメラに対して今日感謝したんで、それについてお送りいたしました。修理もベルボンさんのこのねこちらも修理無事帰ってきて本当良かったです。明日からこれでまた撮ります。そうそうそう、 UT3AR はこの一番上の雲台の部分がすごい使いにくくて、毎朝カメラを取り付けて外すのがストレスだったんですよ。でこれが帰ってきたんで、こっちのこのタイプの方がね使いやすいから、それで明日からまたこれでやりたいと思います。ただ UT3AR はすごい軽いから、それはそれでおすすめです。はい、また明日 YouTube でお会いしましょう。